ゴミクズさん。ゴミクズさん。おめでとうございます。全然クズじゃないじゃないですか。はい。2万円確定したということで、おめでとうございます。はい。まあ、このですね、まあ、嬉しかったのが、やっぱ、回収マインドですね。うん。回収マインドです。はい。絶対回収するっていう。絶対回収しないといけないっていう。これです。これ大事ですよ。うん。でも、多くの人はね、これないんですよね。 うん、要はぶっちゃけまあ僕もそのドリームアカデミア本コース60万ですけども自己アフリートで60万いけますからね、うん、だからその回収すればあともうプラマイゼロなんでプラスしかないじゃないですかあと勉強して勉強代ただみたいなね <laughs> 勉強代ただですよそうまあ絶対的回収っていうのがあー多くの人がないのでこの回収っていうのはねエフクスは怖いっていうイメージがあったけれども うん、そこを飛び込めたっていうのはね。うん。まあ僕ね、そう、FXDMM ね、あれなんですよ、FXDMM 今過去最高みたいな感じでなんか出してんのかな、セルフバック僕、FXDMM の講座持ってるんですよ。<laughs> 作りたい、僕も。だってね、2万、二万いくらが出ると思うんですよね、確か。今、キャンペーンやってると思うんで、確か。うん。これはもう、だからトライできるやつはどんどんトライしてって、あの、やりましょう。 せっかく出しますよって言ってくれてるわけですから,、うん、だからこれやるかやらないかの話なんでだぶっちゃけこれもできなかったらうんビジネスはもっと難しいわけじゃないですか,、うん、だからこれはもうほんと僕はやってほしいなと思いますしその他のアドバンス性の報告でも前あったんですけどうんその自己アフリートは前から知ってたけど その単発的でその中長期で何んんだ稼げるものではないと思ってたんで手をつけなかったけれどもまあアドバンスに入ってまあ久保さんがね300万ぐらい上,がってる上げてるっていうのを見てやってみようかなっつってやって2週間ぐらいで10万ぐらいいってでまあ結果的にあこれいけるやんみたいになってでセルフバックの塾やりますみたいなね最終的にちょっとセルフバックの塾やろうと思いますみたいな。 そうだからみんなあとは知っててもやらないんでそのやってもらう動機で商品も売れるんですよだから手取り足取り教えますよみたいなで保証あの結果も保証しますよと、うん、だか自分がある程度やり込めばだいたいもう分かるじゃないですか、まあ、ぶっちゃけやり込まなくても分かる部分はねある部分はありますけどセルフバックなんでただ知っててもやらない うん、知っててもやらないし、うんまあ、こういうマインドブロックがあるわけですよね怖いみたいなでもこれをやったら同じ思いの人で絶対いるはずなんですよ絶対いますそうなんか FX だからこの前埼玉でセミナーやった時に FX 投資の話したらうんーみたいな人いたんでそう別に僕はもう関係ないと思うんですよ FX だろうがなんだ株だろうが日経 2, 2 25だろうがブックメーカーだろうが なんだパチンコだろうがスロットだろうが、うん、お金に色はないんで僕はそう思いますねお金に色はないんで、うん、ただそのねなんかその騙して逃げてとか窃盗してとかそれは良くないですけど <laughs> 別にセルフバックはね別にその企業さんを自分で申し込んでいいよって言ってるわけじゃないですか,だかそこに対して別になん、ね、いいじゃないですかだからパチンコとか スロットとかかも国が許してますから <laughs> 競艇競馬競馬なんか国なのかなじゃないですかでも実際その道のプロはそれで稼いでますしそれで飯食ってるんであともっと言うと週刊誌のなんかパパラッチとかもそうじゃないですか嫌がらせですよね完全にパパラッチとか海外のパパラッチとかすごいんですけどね <laughs> あんなあのセレブか分かんないですハリウッドスターからすると迷惑ですよねテレビあのバイクとかで <laughs> 追いかかけられたりとか完全迷惑ですけどあれで飯食ってる人もいますからねまた週刊誌とかも人の嫌なことを取り上げて飯食ってるわけじゃないですか,だかいろんなことがあるんで世の、うん、中見渡すと、まあ、何が悪いのかなっていう <laughs>、うん、別にねあの法に触れセルフバックが法に触れてるのかっていうと全く触れてないですよねセルフバッグた <laughs>、うん、だからそこはねあの マインドブロック次第かなと思いますんで、うんまあ、今回マインドブロックが外れたっていうことなんでどんどんやっていただいてあの久保さんセルフバックだけでも300万っていうのは目指せるわけですから逆にセルフバックで久保さん超えていくみたいなこともやったら多分、うん、めちゃめちゃ言えません多分セルフバック知ってる人に正々堂々とあ知ってるんですよねじゃ知ってるんだったら300万 あれ ?500 万知ってるんだったら500万稼いでますみたいな。僕セルフバック知ってるんで500万稼ぎましたけど <laughs> みたいな。言えるじゃないですか。え、なんで知ってるのに500万稼げてないんですかって知ってるんですよねと。誰がやっても結果出る、出るやつですよねセルフバックって大体は。まあ、あの、未確定されるやつもあるけど、大体は承認されますよねと。ということは誰がやっても結果出るものなのにもかかわらず、なんで500万稼いでないんですかみたいな。<laughs> その理由を教えてくださいみたいな。 いや、ちょっと一人で不安だ、不安で。いや、ちょっと FX とかちょっと、じゃあカードとか不安でみたいな。あ、じゃあもう一緒にその不安を取り除きましょうみたいなね。<laughs> できるわけじゃないですか。そう。だから結局その、ライザップとかもそうなんですよ。ライザップとかも結局一緒にやってあげるっていうサービスなんですね。別にその、ライザップがやってることって、うん、目新しいことではないんですよ。この前セミナーでね、ご紹介しましたけど、僕、 あのライズアップが本出してたんですねでそれが30万が売れてるみたいなんか30万分僕あの本屋でライザップの本見たんですけどめっちゃ当たり前のこと書いてるんですよ。当たり前やろみたいなでも売れてるんですよね。<laughs> も結局その食事管理とか正しいあの健康法でもありきたりじゃないですかでそれがみんなできないんですよできないからライザップに高い金払って管理してもらって トレーナーナに管理しだからライザップは一番分かりやすいと思いますけどねダイエットする方法なんかみんな知ってるんでダイエットする方法を知,ら知らないっていう人いなくないですかもしかしすダイエットをする方法を知りませんっていう人多分この世にあんまいないんじゃないかなっていう単純に消費カロリー摂取カロリーと消費カロリーの問題ですからそこのバランスじゃないですか バランスいい食事みたいないやバランスだしかないんで、単純に消費する。カロリーより摂取してる。カロリーの方が多ければそれは太るよね。って話じゃないですか？まあ、僕の場合は結構その太らないタその太る体質とか色々あるとは思いますけど。でも基本的に。摂取したカロリー以上増えよ。増える要素がなくないですか？だって、それぐそのカロリーしか取ってないんだから、なんか例えばあの？ ちょっとカロリーとキロ数がちょっとよくわかんないですけど例えばじゃあ1キロ食べて1キロ食べて10キロ太る,太るとか絶対なくないですかただ大食いの人とかいるじゃないですかあのギャル曽根とかじゃあ1キロ食べました10キロ増えますって話で <laughs> 1キロ増えたら1キロ胃にたまるだけじゃないですか <laughs> うーんその単純な理論ですよねめちゃくちゃ。 でもそれの単純なことですらみんなできないんで、でもそれが一般的なんですよ。そう。みんな一般的なことできてたら、ライズアップいらないですから。うん。まあ、そんな感じです。だそこにはいろいろな不安だったりとか、マインドブロックだったりとか、自分一人でできないっていう悩みがそこには存在していて。だからそれをサービスにできるんですよ。だから、セルフバックライズアップみたいな。セルフ、セルフライズアップみたいな。<laughs> セルフバックライズアップいいんじゃないですかセルフバック。あなたの、あなたのセルフバックを管理しますみたいなね。<laughs> 月10万まで稼げるまで管理しますみたいな。だから年間、年間120万保証しますみたいなね。とか、まあオファー次第ですし。セルフバックライズアップいいんじゃないですか <laughs> まあライズアップっていうのは商標登録してるかわかんないですけど、うん。まあそんな感じですね。はい。ということで、おめでとうございます。また報告。 お待ちしております。